はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。さあ、今回はですね、FRF2 サンライズ使っていきたいと思います。こちら、サンライズはですね、性能的には、セレモニーではなくて、レジェンドです。FRF2 のレジェンドの性能となっております。まあ、一応、レジェンドなので、落ちるっちゃ落ちますが、超遠距離とかになると、腕ダメとかで、落ちないケースはあります。99とか、ダメージがね。で、セレモニーと比べると結構やっぱ性能差は目立ちますね。ファンタズマもあるんですけども、ファンタズマとセレモニーってほぼほぼね同等性能で、まあ若干こうセレモニーの上なんですけれども、やっぱそれと比べるとやっぱサンライズ、まあレジェンドですね、かなり性能差があるかなと思います。クイックチェンジも相談数も機動性も違うね。そして射程距離も違うし、ね、弾と攻撃力かも違いますね。だ結構変わってるんですよ。コツコツと地味にこういろんなとこ変わってるから、意外とこう、あ、ここ違うなって思うような、まあ、総合的なね性能で見ると結構違うなって思っちゃうんですよ。まあ、それでも、十分この環境を通用する、武器です。やっぱ一撃で落ちる武器、機動力ある、相談数もある、あとはリロードも早いとかね、まあそういうのもあって、十分強い武器なので、今回こいつを使っていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。たまにはこっちから行ってみようかな。あんまね、ここ行かない。僕ね、昔のゲームとかでよくこういうマップのサイドを行って、よく詰めてたんですけれども、それやるとね、こう結構叩かれてたんで、なんかそれ以降ね、こう癖で、お、当たんねえの今。なんかこう、行けなくなっちゃったんだよね。別に、お、うま。別に悪いことではないんだけどね。なんかそっからこう、あんま行かなくなった。後ろだよね、先にね。てか、ここ久しぶりな気がしますね。意外とこの頭一個ね、見てる人いるんでね。え、敵だよね。え、敵だよね。え、敵だよね。今の絶対いたよね。ショットガン、やべえショットガンいなかった。大丈夫？行くか。あ、ノンスコ精度ね、やっぱ非常にね、優秀なんでね。こうやって当てれます。まあ、大体今の武器だったら当てれるか。正直、初段精度は、変わらないんで、まあ、そういうところの、あ、やべ、下手くそだった。運用方法は、大して変わらないかなーなんて思います。そこはいいよね。危なっ！バイびっくりするよ。危なっ！あー、外すぜ！ちょっとカッコつけたかった。ごめんね。カッコつけたかったんだ。そういう年頃なんだ。ちょっとね、やっぱクイックチェンジが若干遅いから打てねえわ。間に合わねえの。ノンスコで打つ癖あるんだけど。おっと、怖い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 、めっちゃ来るじゃん。来るでしょ。あ、外した。あ、そっちだった。やっぱりね、1位以下ってのは分かるね。遅いね。使ってても分かるわ。遅い遅い。まあ、昔はこれより遅いのが当たり前ですし、初代 FRF2 なんて 0.8 とかでしょ、確か。まあ、それを考えたらね、だいぶ早くなりましたよって話なんですけれども。の終わりということで、だいぶ攻められておりますね。横から行きましょうか。たまには使いましょう。足も速いからね。こういうとこね、いいよね。大丈夫かな？こっちから見とこうかな？いないね。どこに行ったのかな？敵はね。一番嫌だわ、こういうの。あっ！あっ！あ、こんにちは、あれ？え？待って待って、今のはさすがに当たんないの。おかしいぞ。1回目はストッピングミス、間違いなく。その後から納得いかない。ああ、これね、これね、このもう俺のね、オリシスの速さに毒されてるね、俺がね、これね。おっ、ひぃ、わけわかんねえ。
うわー、やばい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 、敵強すぎて出れねえんだけど。エロ、これは B カップ。さあ行くでやんす、行くでやんす、行くでやんす。安心兄さんなんて懐かしい。メダカボックスをしてる人がいまだにっていう言い方を超失礼だな。今いるんだなと思って。ねえ、最強の安心兄さん。昔読めなくてアンコ兄さんって呼んでました。違うかなと思うんですが、いかがなものでしょうか。適当に行きましょうか。お待ちしております。味方がめちゃくちゃ詰めてたね。お金くらいコツ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 言ってた今。サンライズのデザインはね、個人的にはそんなに好きではありません。どうでしょう皆さん、サンライズのデザイン好きですか。あんまりね、なんだろう、このオリエンタルレッドみたいな感じ、これオリエンタルレッドの方が好きだから。これやったら普通にオリエンタルレッドでいいんだよね。おー、あ、逃げれんか。どんな削られた。ちょっと見てみようか。1,2,3,4,5,6,7,89と11。やべえんだけど、11だって。半端じゃなくね。一発ぐらい壁抜きになれば多分ね、逃げれたかなと思うんだけど、二発くらいか。ちょっと無理だったね、今のはね。さっさっさっさ、0-2。なお、幸先いいですね。最近の色吹きずっと負けてたんで、幸先いいですね。今だ。なんか俺、クソみたいなグレン投げたな。大丈夫か。敵はどこ。リロード中だ。左側だよな、こっちだな。そりゃできん。敵発見。ああ、外した。前に主流だ。見えんな。敵の主流だ。さあ、ここら辺で置いておきましょうか。反応でき、あ、くそ、お前やりやがったな。お前絶対やるかんな俺。おー、あいつやりやがったぞ。あー、やべ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 。多分決め打ちしてくると思うんだよね、こうやってば。あれ、あー、ちょっと待って、今のはマジで言い訳させて、俺この味方の前に立ちに行きたかったんで、今やってやろうと思ってたな。ちょっと敵にやられちゃったわ、先に。師匠、あの焼き鳥にやりに行かないと。焼き鳥どこ行った。焼き鳥、あ、ちょ、これでちょっと見ちゃうと、ほら、危なかった、今。今、俺の方見てたから。これで見ちゃうと、あ、なんかやってくんなって思われるんだっけ。ここの駆け引きマジ大事だからね。よし、今だ。俺の目標は、あ、なんだお前。あ、なにこれ。新しい、助けて。やばいって。え、大丈夫これ、大丈夫。もうあっち行った。そうだ、欲しいよ。行った、行ってくれた。
いや、いるじゃん、左に。くっそー。遊んでる場合じゃなかったよ。まあいいさ、3-1 だからね。ほう。あれ乗れなかった。え、何それ何それ何それ、やばすぎ。いや、それは見てほしい。あ、まずい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 。3-2だよ。4-1ぐらいになる予定だったのに。待って、 おかしいんだけど、か壁見ながら走るやつだぞ、一人。あ、強い。え、待って待って、普通に敵いるけど。待って待って、え、どこの敵倒したの今。中に敵倒したかった。リロード中だ。え、どこ行った。ちょっよし、分かった分かった。よし、ちゃんとやろうちゃんとやろうちゃんとやろう。もうあそこちゃんと押さえようね。好き放題やられすぎだから。簡単だから、ここ押さえんの。当ててる。なんでなんで。いや、当ててる。なんで。あっ、やったら後ろから来るぞ。了解。あ、それ本当に言ってる。だって C4 は、だって C4 は感謝する。了解。 C4 は嘘だよね。違うでしょ、さすがにないでしょ、後ろはないでしょ。ビビらせんなって。マジでちょっと焦ったから、マジで来んのと思って。目標地点の偵察を要請する。味方が狙撃された。いや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 、了解。これは1でしょ。これで鉄板だからね。まあそうなるかなとは思ったよ。すまんが俺は行く。外したー。後ろを見た方がいいな。爆弾が設置された。あ、正面確定。おー、ナイス。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。さあ、荷川を最後は攻めたいな。もう最後にすっから、これを。来ねえな。いたいたいた。なになになに。ビビる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 。前方に敵。あそこにいんだ。すまん、わからんかった。じゃ、グレネードで見れとこうか。この正義に。おい。おお、そんなところにいたんですね。はい、というわけで FRF2 のサンライズを使ったわけなんですけれども、まあやっぱり落ちないとこあったです
あったですよね。腕落ちでね、落ちなかった部分、最初の冒頭で言ってたんですけど、やっぱりそういうのがレジェンド系統の武器ありますが、これがね、セレモニー、ファンタズマになると、まあ、なくなりますということでね、やっぱり、強くなっているんだなと思いますね。そういう点もあって、まあ、QC もそうだし、ね、攻撃力も上がってるし。やっぱ安定感を出すんだったらセレモニー、ファンタズマ、そして、今だったら FR 普通のコアかな。それがやっぱり強いかなと思います。でね、まあデザインこれ好きっていう人いるだろうけど、個人的にはね、あんまりなんか好まないんですよね。FRF2 でこうまとめれたらいいなと思うんですけれども、ちょっとない、まとめ、こういうさ、まとめ機能欲しくない？なんかこう PGM 系統の武器みたいな感じでバーってまとめててほしい。だからこれ系統で言うとやっぱりノエルの、FRF2 ノエルとか、まあ、こういうのでいいかなと思っちゃうんだよね。ノエルとか、待って、これサンライズってさ、ちょっと待って、これノエルと一緒？あ、違うよね。レジェンドだよね。さ、びっくりしたよ。ちょっと話を戻すけども、この F でこう全部まとまって FRF2 出てきたらいいのに。これね、ノエルとかああいう風に戦闘に入ってると違う武器出てきちゃうからね。だから分かりやすくしてほしいなと思う。まあ、レジェンド系統の武器ということでね、一応強い部類ではあるのかなとは思うんですけれども、まあ、その、やれなくはない武器だよねっていう感じかな。やれなくはない。ただ、やっぱりこう、もっと安定感を出したいだったら、さっき言ったようなね、セレモニー、ファンタズマ、コアとか、そういう武器がいいなと思いますし、なんだったら昔の FRF2 は改造できたっていいんじゃないかなと個人的には思ったりもします。エルクロが改造できるんだから、初代 FRF2 ぐらいは改造させてあげてほしいなと思います。まあ、今コアができるからね。だから、思う。なおさら。コアができるんだったら、ぶっちゃけ他の FRF2 してもよくねって思っちゃうね。で、うまく改造できれば、まあ、コアぐらいの性能になるみたいなね。そういうのであってほしいなぁと思います。まあ、ただ FRF2、初代から、もう初代というか、登場してからもう10年ぐらいになるんでしょうか。だいぶね、もう長いこと。俺のこの武器なんて2015年だしね。確か俺最初に手に入れた FRF2 なんだろう。忘れちゃったな。あれ FRF、あ、ウィステリアかもしれないね。これかもね。俺ね、FRF2 じゃなくて、PGM、あ、ちょ、ごめん、脱線させて、ちょっと話させて、これね。PGM と FRF2 と、T の時代かな、あと、モシンかの時代だったんです、僕の時代って、ちょうどやり始めた頃ね。あと、まあ、他にもちょっとあったけど、まあ、大体それが主流かな。あ、SW かと。で、なんで俺 PGM かっていうと、FRF2 が当たらなかったからっていう、ただそれだけの話だったんですよ。PGM は有料で買えるし、一撃率高くて壁も抜けるっていうのがあって、じゃあ PGM でいいじゃんって思ってたんですけども、やっぱり FRF2 持つとめっちゃ欲しかったの。で、その当時学生で金もなくて課金がそんなできなかったんだよね。だから、FRF2 手に入れることができなくて、そのもらったイベントとか、チケットとかでいろいろやってたんだけど、全然ダメで、だ結局ね、諦めて PGM をずっと使ってたっていうだけの理由ですね。本当は FRF2 使いたかったの、最初。なので、おそらくこれが一番最初に、手に入れた FRF2 でじゃないかな。2013だから多分あれだね。すごい歴史を感じるねこう見るとね。いや、長いことやってますね、私のアバはね。まあ皆さんもね、そんなわけで、FRF2 好きだと思います。誰しもが使ったことある武器だと思いますね。ぜひぜひまだまだね、 FRF2 ね、いい武器ですので、このコレクションとして集めるにも最適な武器ですので、ぜひ皆さんね、これからも FRF2 集めてみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまでになります。お疲れ様です。